モデリカナチュラル F ということで、ちょっとスタイリングの仕方を、皆さんに伝えていきたいと思います。4プッシュほど、泡を取っていただいて少しだけ手に伸ばします。で、後頭部から少しつけていただいて、次に、サイド、フロントの順番で伸ばしてしまうと、結局その泡の良さがなくなってしまうので、プッシュしていただいた後に少しだけ手に伸ばしてあげて、でそのままつけていくっていう感じでやっていただくと、全体にまんべんなく材がつくのかなと思います。今回はですね、中間から毛先に、少しこうくしゃっと握ってあげるだけで、柔らかな浮遊感であったりズレが、再現できるスタイリング剤になっています。あとはそういった部分がしっかりと止まってくれる。でまたこういうちょっとつけたいところに少しつけ足しでつけてあげても、全然そこがダマになったりしないので、すごく使いやすい、スタイリング剤になっています。今回はポンプフォームということで、材の中に水というかそういった水分量も入っているので、そういった部分で髪の毛にまんべんなく浸透して動きやすい、状態になっています。なので今までちょっと水を加えたりとかそういったものが結構多かったと思うんですけど、スタイリング剤今回のやつはもうプッシュしていただいて、もうつけるだけで髪の毛が決まるので、お客様もすごく使いやすいスタイリング剤になっています。つける時の、ベースの状態は、ドライの状態でつけてあげるとより、動きがずれたりとか、スタイリングがしやすくなります。フォームのスタイリング剤では今までなかったしっかりと止まってキープをしてくれるというところも、この、モデリカナチュラル F の利点なのかなと思います。こういうリバースに髪の毛を少し持っていけるっていうところも、やっぱりこういった全体の、質感というか全体に材がついてるからこそ動きが簡単にどちらにでも動くっていうのが、またこの材のすごいいいところなので、そういった部分もより狙って細部までスタイリングできる。なのでこれお客様からすると本当につけるだけで簡単にかっこよくなるというところもあるんですけど、技術者美容師さんからするともっともっとこうデザイン性に幅を利かせれる材になっています。単発の方とかもすっごいかっこよく簡単にスタイリングが決まるので、いろんなレングス、いろんな人にも合う材になっているのかなって思います。けどこれだけ簡単にパッとつけただけで動きが出て、ブローとかもせずにコテとかも使わずにこうやって動きが出るので、本当にもう朝のスタイリング剤も楽になると思いますし、より、余裕のあるかっこいい男を演出できるのではないかなっていう、すごい感覚がありますね。